坂田大輔坂田大輔は神奈川県横浜市港南区出身の元日本代表プロサッカー選手。日本サッカー協会登録中介人。現役時代のポジションは主にフォワード。日本サッカー協会公認永久ライセンス所持。幼稚園年長の時にサッカーを始める。中学校進学とともに横浜フリューゲルスの下部組織に加入したが、クラブが 横浜マリノスと合併したことに伴い、横浜 F マリノスユースに所属することとなった。2000年にクラブユース選手権で優勝。2001年にユースからトップチームに昇格し、同年6月16日 FC 東京戦で J リーグ初出場。同8月18日カシワレイソル戦で J リーグ初得点を記録した。2003年、 U-22 本代表として FIFA ワールドユースに参加。大熊清監督の下でスーパーサブとして起用され4得点を挙げてシルバー州に輝いたものの、準々決勝のブラジル戦で退治した DF ダニエウ、アウベスラには歯が立たず、個人の力量差を痛感。海外リーグでのプレーを考えるようになった。 2003年2004年には、横浜 FM のレギュラー FW として、J リーグ連覇に貢献。目標としていたリーグ戦での2桁得点も達成し、イタリア SS ラツオへの移籍交渉を進めていたが、負傷により立ち消えとなった。以後、横浜 FM での出場機会を減らしつつあったが、坂田のスピードと献身的守備への評価は高く、2006年には、 イビチャオシムが率いる A 代表に初招集。同年8月9日のトリニラードトバゴ戦にて国際 A マッチ初出場を記録した。2008年オフには神戸から獲得オファーを受けたが違約金提示額の隔たりが埋まらず残留。2010年オフに横浜 FM から戦力外通告を受け退団。2011年1月、ギリシャスーパーリーグアリステッサロニキへ移籍。 主にミッドフィールダーでプレー UEFAL を経験するなど手応えもつかんだが、クラブは深刻な財政難に陥っており、半年での対談を余儀なくされた。2011年8月、かつて、ワールドユースで指揮を取っていた大熊に高く評価され、大熊が監督を務める FC 東京へ完全移籍。相手 DF の裏をつく FW として起用された。2012年、 アビスパ福岡へ完全一席。同年の開幕戦熊本戦で早速得点を挙げ、FW に猛烈なプレスを要求する戦術にも適応。プロイリー来発となるゲームキャプテンを務め、チームの大黒柱として奮闘を続けた。2017シーズンをもって福岡との契約が満了となる。現役続行を希望し、 移籍先を探すもののまとまらず、2018年3月15日に現役引退を発表。17年間大きな怪我もなくプロの世界で戦えた。自分を誇りに思いたいとコメントした。4月1日の栃木 SC 戦の試合後に引退セレモニーが行われた。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。